オーウェン・デビットソンは1960年代から1970年代にかけて活躍したオーストラリアの男子プロテニス選手、メルボルン生まれ。デビットソンはビリー・ジーン・キングとペアを組み、4大国際大会の混合ダブルスで8回の優勝を果たした。1967年には混合ダブルスで全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン選手権、 全米オープンをすべて制し、数少ない年間グランドスラム達成者の一人となった。この年の全豪オープンでは、レスリー・ターナーとペアを組み、残りの3大会では、キングとペアを組んでの達成であった。4大国際大会のシングルスでは、1966年のウィンブルドン選手権における、準決勝進出が最高の成績であった。 1972年の前後オープンと1973年の全米オープンでは、それぞれケンドーズウォール、ジョン・ニューカムとのペアで男子ダブルスを制した。2010年にはアメリカ合衆国ロードアイランド州ニューポートにある国際テニス伝道の伝道入りを果たした。2011年1月26日のオーストラリアの日にはメルボルンのロットレーバーアリーナにある オーストラリアテニス殿堂の殿堂入りも果たした。ザ・チャンピオンシップス、ウィンブルドン2007、グランドスラムテニス、オフィシャルサイトバイアイビーエム。ありがとうございます。